エモクロア TRPG のセッションをやっていきます。シナリオは公式シナリオの新約キサラギ駅です。それでは共鳴者紹介をどうぞ。共鳴者のマツカリスクです。共鳴者のマツカリスクです。よろしくお願いします。うわぁ、急に落ち着くな。え、あなたたちは目を覚ますと知らない駅にいました。車内にはあなたたち二人だけです。これが本当の二人救ってね。ははは。黙れ。電車の外は薄暗く、車外に出ないと様子はわからないですね。仕方ない、出ますか。そうですね、出ましょう。電車から降りてホームを出ると、そこは驚くほど小さく錆びれた無人駅でした。うわー、暗いよ、怖いよー。あー、落ち着いてください。はい。うるせえな、こいつら。共鳴判定です。二人とも失敗したので何もわかりません。スマホは持ってますか？持っています。ネットに繋がりますが地図機能は使えません。おう。スマホの力を過信したな。周囲を見渡してみます。そこにはなんと。エンディングだぞ。泣けよ。観客からもらったブーケが泣ければ即死でした。オーディン合戦も熱かったですね。このまま日常に帰れます。今回も大変でしたね。ええ、ですがもっと大変なものがあります。おい、なんか言えよ。これもう放送。切れそう。